BTU アニメラボーでしょー。小林弘之です。今週注目アニメです。あ、間違えた。ゼブライン松井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早めに言葉言っちゃうから、後の言葉ないから無言。もう押し出されちゃって、ごめんなよマピ、俺の名前言っていいよ。早出し早出しで言っちゃったから、もうバッタモン可愛いです。もうわけわかんない。バッタモン可愛いではねえんだわ。一番ちげえわ。はい、可愛さんはちょっと今ちょっとまあ時間の都合等々で、まあ、とうとう見てますか。今ちょっといないですけど、今週の注目アニメを、はい、なんで謝罪したの。いなくてごめんなっていう。今週の注目アニメを、はい、こちらです。ハイトゲンソノグリムガル、おそ松さん、プリキュア、はい、やばい、はいっていうロボがいてすげえうるせえんだけど。はい、ロボが、はい、はいはい、増えた。ハイトゲンショウのグリムガールでございます。はい、今週どうでした。死にましたか、死にませんでしたか。はい、死にます。死んでねえ。死にたいからってそっちに勇み足すんだよみたいな。死にないっすか。死んじゃないですよ。どういう話だよ。ただしばらくその話がしたけど何も入ってこない。そうっすね。まあ仲間のね、マナト君を殺したゴブリンを先々週かな、敵討ちしたんですよ。ちょっともう使えないシーンが出てきちゃったけど、ちょっとサイレンが、引くほどサイレンが入ってるのをより入るようにカーテン開けられたんで、もう僕は何もできないですよ。俺でさえ無視したらヤマピーめっちゃ音気にするっていう。ガシャシャーって開けるっていう、より入るようです。はい、以上がハイトゲンソノグリムガルでした。溜まるか。もうちょっとそうはさせるか。教えてくださいよ、じゃあ。で、でそれのせいで、はいはい、ゴブリンがその、うん、旧市街っていう弱いゴブリンがいるところ、新市街っていう強いゴブリンがいるところ、うん、で、たまたま新市街から旧市街にその強いゴブリンが来てるっていうようにマナト君をやられてたんですよ。で、それ強いゴブリンを、弱いゴブリンばっかのところにいる強いゴブリンを倒しちゃったから、うん、ちょっとバランスが崩れてゴブリンの動きが騒がしくなってる、うん、のせいでその新市街だ旧市街だっていうところは使えないみたいな、今ちょっとあそこ危ないよみたいなので、ゴブリンどうしろ構想が、そう、ちょっとゴブリンが先立ってると思ったからね、ちょっと場所変えないとなみたいな話をした時に、じゃああそこはみたいな、要はその次に行く流れの場所が大体やっぱそういうとこってあるじゃない、ダンジョン的な、やっぱ RPG の流れ沿ってるんだろうね。なんとか鉱山みたいなね、鉱山はどうって話した時に、そこがその新しく加わった新刊のメリーが仲間を失った場所だったという、なるほどね、大丈夫って聞いて、大丈夫、私はもう越えなきゃいけないからみたいな形で今週そこに行くという。なるほど。じゃあいよいよですね。そうそう、いよいよ来週また二の丸に。したらもう結構早めに今週余裕ぶっこいて奥行って行ったりして、うん、そろそろ引き返すかみたいなこと言ってる時に、そのなんかコボルトだっけ、なんか獣みたいな感じの見た目のね、二足歩行する獣みたいなやつなんですけど、そいつらがのなんか村みたいな、もう普通に畑みたいな、ちょっと文化というか文明があって、で強いやつらと弱いやつらがいてみたいな力関係を見てたら、その中でデッドスポットって言われる、まあ、その要は強いボス的な、普段あんまいないようなバカでかいそれ獣が出てきて、あいそいつが昔そのメリーの仲間を殺したやつで、メリーが震えながらあいつだってなって今週は、うわ絶対死ぬじゃん来週、数人まあ、ただじゃ済まないよ。そう、罠みたいなさ、よくさ農村とかにあるというか、昔の村とかにあるさ、よそ者とか敵が来た時に分かるさ、ロープ、そうそう、ロープにかかったらそれが全部揺れて鈴が鳴るみたいな、あれに一番のやかましいタイプのドジな男のね、暗黒騎士のやつがリュックをスンと引っ掛けて、スンと引っ掛けてカラン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 、はぁってみんな気づいて、で、ボス登場みたいな。じゃあもう戦い始まるんですね、来週。もう遠隔、ね、逃げれるのかどうかみたいな。はいはいはい、へぇー、いいとこまで来ましたね。もう死ぬとしたら来週。来週ですね、すごい。そんなに死んでほしいでしょ、来週来週。いやもう、来週だよ。すげぇ、でも俺この続き断末で見たからな。みんなで力を合わせて何とかなんでしょ、でも、ね。みんながいねえんだよ。あ、いないの、なんか近いって必死で下の階まで行こうって言ってね。そう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 、で、過去にさ、その関係を持った仲間たちが助けに来てくれたり。そう。関係を持った仲間がいねえのよ。いないこのパーティーに。もうそう。ちょっと死ぬ。同期はさっさと次行ってる。売れてる同期がさっさと次行ってる。前言っちゃってるのか。死ぬしかない。全滅エンドですね。一回セーブした方がいいかな。できるもんならな。できるもんならな。ダメかな。ねえんすよ。もうそこ始まっちゃうのか、セーブのポイント。セーブあるんだったらマナと生きてるしな。まあ、そうそうそう。じゃあ、また来週楽しみにしておきます。来週楽しみに。はい。ここでございます。じゃあ、次行きましょう。おそ松さん。おそ松さんです。はい。さあ、今週はね、そう。あなたが私こそが、おそ松さんです。どうも。どうも、おそ松さんです。おそ松さんです。
ただの嘘ですよ。込み込みのお粗末さんで。ただの嘘ですよ。サネマツさんです。それは本当かもしれない。リアリティが強いから。そう、かもしれない。お粗末さんなんですけどね。はい、あのトッティが合コンに行くと、それにあとしてメンバーが足りない。ああ、誰かいないかな、ちょうどいいやつ。いるよー。え？ここにいるよー。鈴木か。いや違う違う違う、いるよ。あいつはちょっとなぁ。全然だから、いるって。っていう話でしょ。っていう話。だから、じゃあオーディションやりまーすって言って、はい、実際オーディションやっていくという回でございました。はい、いや個性よかったぁ。おそ松兄さんがね、まあクズで。うん。いつも超わかる。その偏見超わかる。え、合コンって土下座すればやらせてくれんでしょ。わかりやすいわ、いい偏見が強い。芸人100人集めたら、あの土下座スタイルのナンパしてるやつ1人は出てくるんだよね。芸人にいるよね、100人に1人ぐらい土下難してる人、はい、あれと同じなのね。一緒は多分 AV 見すぎなんですよ、おそ松兄さんは。だからもう、かわいいね、かわいいねっていうのもすぐ抱きつぎて、あ、いけるっていう。そう、合コンってそういう集まりでやりさあるでしょって。俺の思ってる合コンのイメージと一緒。したことないからね、合コン。したことない、もう理想合コンそうなんだと思ってきてるから。理想って言ったら、理想って言ったらダメだから。理想じゃないのよ。ではないのか。偏見偏見。偏見ですからね。合コンか。で、まあ十四末が一番、まあ、合コンに向いてるんじゃないかとっても選んでくれる。お前らの中だったらなみたいな。まあまあ、でもどうしても連れていけないから、まあ、ずっとなんかずっと立ってんだよなって、うん。ずっと全然座んねえんだよなって。おう、スタンドアップみたいな。状態なの。的な。スタンダップコメディしてた。全然席に座んないのよ。なんか細かい意味よりよくわかんないんだけど、うん、なんか立ってるらしい。立ってるの、ずっともう下半身がスタンダップコメディ。スタンダップコメディしてる。らしい。いや、俺はよくわかんない。ずっと何かしらで隠れてたけどね、うん。ずっと何かしらで冷やしてて、収まらないらしいけど、何の話か。誰かの頭等で。なるほど、なるほど。隠れてたね、ずっと。でも後半はちゃんと椅子には座ってんだけど、なんか、まだダメみたいな。何のことなんですか、うん、一緒に座った方があのスタンドアップが隠せるからさ。あー確かに。そう、なんか心持ちシットダウンするから。あー、なんかこっそり心持ちポケットに手入れてもぞもぞしてたような気もするんだけどな。それはノーコメント解説するのがちょっとごまかしが効かなくなってくる。ごまかなくなってくるか、まあそこら辺もありで、カラマツのカチンコのところがかっこよかったりし、はい、でまあなんだかんだトッティはその最初言ってたお金持ってる友達とか、うんを連れて合コンに行き、無個性のやつとして扱われるっていうお話でございました。そうだ、僕たちは底辺だったんだということですね。改めて、うん、そう、最初に自分で言ってっからね、あいつ言って、そう、僕たちは底辺なんだ、言ってたのに、その通りなんだ、うん、ね、本当は自分のちょい下連れていくとかいう計算をしないとよかったんだろうな、多分な。それができないから。ダメよ、そういうことはできないからね。あの中のエースとして必ず俺が最初に成功させてお前らにも分け前をやるっていう意気込みで言ったのに。はいはいはい、あれよ、エースがあんなもんよ。うん、あのうちの学校のエースがあんなもんかと。そうそうそう、残念だったわ。全然球遅いじゃんって。全然じゃない。なんだよ、うちの中で一番速い球投げるやつが全然勝てねえっていうね、話は。でファイナル試合の話はまあ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 、なんか別にいいや。俺あんま響かなかった。響かなかったのなんか、ね、そう、試合権というね、うん、あ、中国じゃないな、とある国で、うん、なんか、うん、限りなく中国だった。限りなく中国ではあるんですけど、うん、とある国でなんか武道の大会を行って優勝したら国を治めるみたいなことがあって、はいはいはい、シェイケンっていう達人を探してて、シェイケンをやる嫌味を、うん、シェイをやる嫌味をするなんかの試合に出そうっていうようなお話でした。で、まあ、ムツゴたちが賭けをしてたけど、その額が少なくて楽しかったです。いくらか、60円、60円、70円、80円、50円みたいな。中国映画のパロディかなっていう、ね、でしたね。ジャッキー・チェンみたいな話でしたね。香港アクション、うん、で最後素晴らしい試合が決まって、なんか全部てんやわんやになって終わったっていう、うん、オチがね、うん、ああそんな感じ。でもよく考えたらおそ松さんってああだからね、本来、うん、ギャグってそんな、ここ最近がちょっとおかしかったみたいな、ちゃんとしたストーリーをね、ここ最近があまりにもちゃんとコントしてたから。なるほどなるほど。よく考えたらああいうのがおそ松くんであり、おそ松さんでありみたいな。で結果ドリフオチやりたかったのかなって。あ、ドリフマットオチかな。なるほどなるほど。ドカーンどうするんだ。あとはセット大回転を大回転やって終わるっていう、うん、いいお話でございました。今週も面白かったです。ありがとうございます、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、プリキュア。はい、はい、山下くんの今週も答えなんで楽しかった。はい、答え、答えが正当した。ちゃんと合ってる。はい、まあ、もちろんちゃんと話しましょうか。はい、ついてるんで。今回ですね、まあいいですよ、あの、まあ、ずっとあの星を受けてるんですよ、主人公たちは、うんうん、で、今回その星をやってるおじいさん先生が、うん、
ひょんな事情でひょんでひょんでひょんでネイティブなんで来れなかった、まあ、多分ね、じいさんなんで、まあ、ぶっ飛ばしてぶっ倒れてるのかなっていう。あ、前回あの氷の島に行っちゃったし、あ、ね、体調も、まあ、で、どうしたのか、じゃあ管理人先生が来ますって言って、来た先生が、なんとそのダメダメ魔法使いリコちゃんのお姉さんだった。あら、教育実習生だけどちょっと補習に来ました。お姉ちゃん超優秀で、お姉ちゃんに対してむちゃくちゃコンプレックス持ってたリコちゃん。あ、よくあるね、そういうの ね、よくある、ほんとよくある。で、あれなんですよ、お姉ちゃんがじゃあ水を固めてそのものを形を作る修行をしましょうっつって、はい、なんか作って10秒キープできれば、まあ、これで補習は達成ですから話になりまして、うん、それで、まあ、みんな挑戦するんですけど、うん、リコちゃんだけ、お姉ちゃんがすげえなんかややこしい形のものを作ったから、それを真似して同じものを作ろうとして失敗しちゃうんですよ。で、嫌になって、私はお姉さんとは違うんだよって一人で逃げちゃうんですね。幼いね。で、それでまあ相方の未来ちゃんが、リコちゃんっつって走って追いかけるわけです。でね、その未来、なんかリコちゃんがね、お姉ちゃんに対してのね、なんかコンプレックスをまあ吐き出しまして、で、そのリコちゃんと未来ちゃん2人出会うきっかけになったダイヤのペンダントがあるんですけども、ダイヤのペンダントは私がもらうんじゃなくて、お姉ちゃんが持ってればお姉ちゃんプリキュアになったんだっつって、だから私なんかもうプリキュアに向いてないんだっつって、プリキュアになんなきゃよかったっつったら、未来ちゃんがね、私はリコちゃんと一緒になきゃだなっつって言うわけですよ。もう熱い友情の話じゃないですか。で、そこでなんとなく2人の関係がほぐれたなと思ったとか、タイミングを見計らって敵が攻めてきました。あ、いいね、はい、いいよ、ベストベストタイミング。で、お姉ちゃん仲直りするんでしょ、でもどうせ。そう、お姉ちゃんがそうそう知ってんだもん。二文字で返してくれる。そう。お姉ちゃんが生徒のみんなを逃がして、先に魔法の時代逃がして、私が立ち塞がりますって言ったら、バンパンでボーンってやられちゃうんですよ。あら。で、リコ、まあプリキュアの二人がこうギャーン来まして、お姉ちゃんこんなことにこんな風にしやがってってリコちゃんが怒るわけですね。で、まあ超絶なパンチキックのラッシュで敵を撃退しまして。すごい。なめくせの話みたいだね。うん、お姉ちゃんのことかーでぶっちぎれちゃったか。プリキュアがボッコボコにしちゃって。そう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 。で、未来ちゃんが、おし私が行くわっつったら大丈夫って。お姉ちゃんはこんな風にした私は、あいつのこと私は許せないっつって。もうね、すげえっすね。ちぎってよね。ぶっちぎってよね。これ結構ね、朝で、日曜の朝だよね、これ。いやでもすごかった、ドラゴンボール見てんのかと思うくらいの強烈なパパ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 パって感じだった。ドラゴン見てたんじゃない。ちょいちょいやっぱ魔法使われたところがすごいんですよ。今でもね、結構打撃だったんですけど、今回は本当にね、レンズタタ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 タでハイキックボーンくらいして、パーン、ドドドドドンって走られて、あーもう、それドラゴンボールだ。多分ドラゴンボール見てたわ、スーパーの方見てる。ブロリー、ブロリーとかやってる時の頃みたいな感じの戦闘が行われて、最後に取ってつけたかのように魔法の杖出して、ダイヤの魔法をくぐらせて、敵を宇宙に吹っ飛ばして、爆発させました。だからね、つじつまだけ合わせないと、ね、ちゃんとカメハメは打たないとっていうところ一緒だよな。つじつまだけはね、そこはね。で、まあ、お姉ちゃんが認めて、そうで、お姉ちゃんが最後に、うん、まあ、今みんな結局最終的には魔法が使えるようになって、ちゃんとあの10秒の、ね、試練をクリアしまして、でリコちゃんもなんか気合い入れたら、そのキープするよりもすごいなんか氷に吸って魔法ができちゃって、たまたま氷に吸って上級な魔法しかでき、魔法使いしかできないのにってみんながわーって騒い でリコちゃんが、お姉ちゃんが真実を語るわけですよ、うん、実はね、あなたが生まれた時に魔法のなんか空から星が降ってきて、それで魔法の杖ができたんだよって、あなたが持ってる魔法の杖は特別なんだよって、だから私はあなたがすごい魔法使いになると思うから、このペンダントをあえてあなたに託したんですよっつって、お姉ちゃんってなるわけですね。いい話だった、うん、なるほど、うん、なるほど。突然星降ってきたからびっくりしちゃった。急になんの突然もうポケモンだったらやりたいから流星群食らってるから、あそこに関してはね、まあなんか急にお姉ちゃんが語り出すんですけど、そういうことは実はすごい才能を持ってるんじゃないかという、結構できない、落第生っていうのは落第生なんでしょ。あのね、ポテンシャルすげえけど考えすぎちゃうんですよ、うん、なんかね、他の授業は全部5なのに魔法だけ1とかね、そんな感じなんですよ、やつは魔法さえできればな、優秀なんだけどなって。で、本当はその魔法も才能はあるけれどまだ出せてないんだよ、うん、逆にってことですね。そう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 、っていうところが語られまして、ね、なるほどね、はい、そして映画プリキュアオールスターズの CM が演出流れました。お、あ、いいね、あれ面白そうだね、オープニングもプリキュアオールスターズ CM になってました。ミュージカルなんだもんね、あれね。今回のプリキュアオールスターズシリーズの、まあ、3部作のテーマがミュージカルらしいですね。ね、歌ってたの、映画見た時、たまに別のね、映画館行った時に予告ね、今流れてるじゃんね、今、はい、なんか楽しそうだったね。すごい楽しそう、ね、もうプリキュアがポポポポ40年見てるじゃないですかややこしい。そう、プリミューするじゃないですか、ラスト全員バーン揃うとこ、あの、ね、照明トップはね、うん、初代の白黒なんですよね。いや、いいね、やっぱ初代世代としてはね、ねえ、
こうやって改めて見るとやっぱ人数すげえっす。44人でしたっけ確か。うわすげえなー、わかんねえもん。44人が全員格闘で戦います。全員格闘タイプなんで。ライダー VS シリーズじゃないの。2人揃ってキックで倒すのが一番多いよね、よく見るよ、ね、そうですね。あのシーンの中によく見る、ね、ドーンって。そう、大体同時ダイブライダーダブルライダーキックか、うん、もしくは相手がこう振ってきてこう支えるかどっちか。見る、このシーン見る、何かを支えるシーン見る。結果論的がね。あれですね、第4話で今回魔法使いフィルテムやりましたから。確かに。あ、じゃあ大人なんだね。そうそうそう、みんなやってる。しょうがないな。じゃあ、はい、というシリーズの話でございました。はい、はい、ありがとうございます。以上、今週の注目アニメでございました。はい、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。お願いします。河合さん早く。